まあ学校でもそうでしたけどね作るのもいいけどその後にねみんなで食べるっていうのがねあれが楽しいんだよね楽しいんですよねただこの学校の場合作る工程なしで伸ばして食べれますけどそれも楽しいんですよねただあれみたいですよ何か正解しないと食べれないとかねそんな今までそんなことなかったのそう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 どうなってるんですかね校則が変わったみたいで旦那も厳しくなっちゃってねえ。 ということで、そろそろあれですかね。はい、先生は来るかな。どこからあーあ来ました来ました。皆さん一ヶ月ぶりのご無沙汰でございます。ご無沙汰ですね、えー。木村沙織でございます。はいえー、ということで月に一回の家庭科の授業をはい家庭始めたいと思いますよ。はい、で,よで皆さんね実食が楽しみみたいで、そう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 月に一度のお楽しみと思っていると思うんですが、はいはい、で実はディレクターからですね今回ちょっと連絡がありましてはい。 あの全問正解しないと実食はできないということにしたいというえすごいシンプと言われてしまったんですね。ということで今週は皆さん頑張っていただいて、はい、全問正解目指して頑張ってください。何、えー、何問中何問ってなて3問問問中中<ー><問>、はい<え>でですはも ヒントも考えてるか。あ、まあね、そこはちょっと助け舟がね、出るんじゃないかと、期待しておりますけどね。はい、よろしくお願いします。はい、お願いします。はい、じゃあ改めましてですね、この番組なんですけども。はい、茨城のことをですね、楽しく学んでいただくということで、学校形式になっております。はい、で、いつも三教科ありましてね、今回は家庭科、そして音楽。そして社会というね、そういった。 科目になっております。はい、皆さんもぜひ一緒に楽しんでいただいて、うん、そして生徒としてぜひ番組にご参加ください。はい。じ参加方法はですね、えー、まず画面の右側、はい、<ち>の方に、えー、ソーシャルストリームというのがあるかと思いますのでね。はい、こちらにツイッターのアカウントでログインをしていただきまして、それでつぶやきますと我々の方にね休み時間届きます。ますはい。でもう一つは、えー、とログインできないという方は、うん、ツイ でつぶやいてください。はい、でその際にハッシュタグがあります。じゃじゃん。じゃん、はい。シャープイバキラ。<laughs> はい。はいこちらをつけてぜひ皆さんつぶやいていただければと思います。はいつけ忘れないでくださいね。はいということですね。じゃあ今回も早速ですけどね。はい。一、はい、時間目の授業に入っていきましょう。はいお願いします。お願いします。